ぞよいでし なぬいびってね、なんだろうな、親父で6代目かな、6代目であって、僕はラジオやってたよね、はい、で6代目っていうことは代々普段やってるわけだ、保安全法としてやってる、やっぱりそういう伝統っていうのは継承してないといけないんですよ。父で終わらせるわけにはいかないだろうということでね、そしてそういう道具を見たんだよね。父の代々の完全保安全法の仕事と同時に、こういう道具もね、これももう歴史的にはかなり長いしね、代々使われてるの、伝統というのは終わらせるもんじゃないと。で、じゃあどうするかということで、保安全法というのはここ琉球しかない、ある意味では一つの文化だからね、もともとそれやってるわけじゃなくてね、むしろやってるのは弟の方がしっかりやってた。ただ弟は早くに体を悪くしたもんだから、それじゃあ僕でやってみようかって。40歳だから、もうかれこれ40年っていうだから40年ぐらい。よう重かったです。だって僕は今言ったように、かって全然違う別の仕事を、要するにマスコミだ。ラジオの方やってるのに、全然違う世界ですよね、違う世界に僕が入る時には非常にためらいがあるし、不安もあったけどね。そしてそれでも誰かやらないといけないということで、こう打ち出してみたんだよね。打ち出してみたらね、親父はね黙ってたけどね、おふくろが喜んでたね。君の音はちゃんと音になってると。ということは、代々の音に近いもので、ちゃんとできているよと、最初教えられた。その一言で、ひょっとしたら僕もやれるかもしれないと。ということは、音が継承っていうのは、道具の継承と同時に、音の継承でもあるんだよね。お前、剣舞、君はできるよ。音になってるよ。あの一言がなかったら、今の僕はなかったと思う。いつも聞いてるわけだからね。そのおふくろの耳で、おやじ師匠の音を出してるということを、おふくろが僕に告げたことでね、はい、じゃあ俺もできるんじゃないのかな。まあ、当然、誰かやらない、継承するのは誰かやらないというかね、そのおふくろ一言でね、それで、まあ、それがあったと思う、今にしてね、僕は意識的に聞いてるわけじゃないけどね、本当に小さい時からもうその音とかそういうの聞いている、それと音と同時に父のやってる仕草、音を必ず読むっていうその姿勢とか、なんか目には見えないその気持ちみたいなのは、小さい時から何か気づいてたんじゃないかな。だから、いきなりやっても別に不自然じゃなかった。無理じゃなかった。あんまり大変さはなかったね。さっき言ったように、まあ、小さいとかそれ、どっか自分の気持ちの中、体の中入ってるもんだからね。それをふーっと出たような感じ。無理してこう、ということはなかった。あんまり苦労しなかった。苦労という気持ちはなかったね。これはね、父が特に僕に、その、そういうこと、形をどうのこう、父はもう本当に無音でした。何でもやらなかった。ただ僕もやってるうちにね、あ、これひょっとしたらこれ自分の女性の、うちなりの体
形じゃないかなとかね、そう、そういうふうに思っていたら、またいろんな人からもそういうこと言われて、これはこれはあんたが作ってるのはただただのジーファーじゃないんだよと、大和の地はあらんば、うちのあの女性の形だよということを、ね、僕も作りながらだん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 にその気づいたとこだな、あの婚礼指輪じゃなくて、母親からあるいは父親から子供にその継ぐ、それは結び輪と言ったらね、結び輪 の形一つで一つで意味があって、琉球的な意味があるかな。あ、僕は結び輪なんていうのは僕は作ってもね、僕の作品と思ったことないんだよ。それは思うし、今でも結び輪を作る時には父の言ったこと、それから一つ一つ見ればいかにも琉球的な形してるからね、ある意味は琉球の一つの歴史であり、文化であり、祈りであり、そういうのが僕は最後だと思う。だからそれをただ単に僕の文化じゃなくて、やっぱり古安全国、あるいは琉球の文化であり、それが一つの形が不細部であり、自由派であり、ということは、今にしたら、この年になってだんだん分かってきたのかな。他の国にはない、琉球にしかない、あの琉球歴史であり、今言った文化である。それはやっぱり、誰かがやらんといけないからね。僕も父から後を譲って、まあ譲ったというか僕は受け継いだけどね、六代目っていう、あのその六代目っていうのはすごく重いですよね。それは一人のね、で背負いきれないと思う。その重さをね、自分でそれをしっかりあの受け止めてやるっていうのは大変なことだと思うんだよね。まあ、それを継承するのはまず自分その代々の重さをに耐えられるようなことをやってほしいと思うんだよね。あの言葉ではなかなか言い表せないけどね、言い表せないものがやっぱり一つのあれじゃないかな。文章で書いてこう言うんじゃないんですよね、というのも一つのあのありようかもしれないけどね、表現の仕方かもしれない。でそれ以上にそれ以外の何かがあるんだよね。音の響きでその音から出る空気感を自分の、まあ、身につける、まあ、非常に抽象的だけど、それが継承じゃないか。結局次の世代の人が、僕が父から受け継いだように次の世代の人が僕をどう受け取ってくれるのか、僕じゃなくて僕を通して僕の関税君の歴史をどう受け止めてるのか、それを受け止めて自分の血筋の中に受け取ってくれるか、そうしたら自然にそのことも同じことが出るし、形も一緒になるんじゃないかな。言葉で言えないけどね、僕の話を聞いたり、この音を聞いてどう受け取ってくれるか、本当言葉で言えないんですよね。特にこういう仕事、この関税国の場合ね、まあ僕はある意味では道具と音の継承かなと思って、過剰劇でこうしなさい、足を振ったらば、それはそれなりで伝わるかもしれないけどね、そしたら本当に形だけの、心のない形だけの継承になると思うんでね、それよりも過剰書きでないものを耳にして聞いて心の中に収めてほしいと思う。それが継承、僕はそう思って、僕はそうであったように、僕もそうだと思う。
よみの
リサプー。